願いします。染健二と申します。よろしくお願いいたします。まずは居酒屋の男という曲を一曲を、ね、聴いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。店長で人生やり直し、不慣れな僕にはとっても大変で、若いアルバイトを全く吐きがなく、毎日客が全然入らない。今月新メニュー売り上げ厳しくて、上司からの攻めも厳しくて、ある時一人の親父がやってきて、カウンターに座り声をかけてきた。店長、君笑顔ない、店の繁栄はの笑顔が客を呼ぶのだ。時が流れて店長にもなれ、毎日毎日が充実した日々、魚も三枚におろせるようになり、常連客も日に日に増えてきた。店の BGM 青春歌謡、懐かしさつまぎにお酒も進む。この街一の繁盛酒場、いつも心に親父の言葉、今では笑顔に感謝の気持ち込め、客の人生に幸あれと願う。魚と笑顔で、おやじあなたを待っているよ、おやじあなたにありがとうを言いたい。ありがとうございました。